花の都、世界の女王、モードの発信地。今日はそんなパリの魅力がいっぱいに詰まった場所へご案内しましょう。セーヌ川沿いに立つオルセー美術館。19世紀の美の殿堂です。正面の大時計の下にパリ・オルレアンという文字が見えます。その昔、ここは鉄道の駅舎でした。その面影を残す館内に3000点以上の作品が展示されています。1900年のパリ万博に合わせて作られたオルセー駅。鉄とガラスをふんだんに使った近代化の象徴でした。しかし、駅として使われたのはわずか36年。駅舎は1986年、近代の名作を集めた美術館に生まれ変わりました。オルセーを訪れるなら晴れた日のお昼過ぎがいいでしょう。なぜなら美術館自慢の最上階に天窓を通して日の光が差しているからです。ここには印象派の傑作が一堂に会しています。女性の肌に木漏れ日がまだら模様を作っています。ルノワールは光が生み出す印象をそのままに描きました。日の光の中を行く母と息子、モネは明るい色彩で屋外の風景を描きました。こうして19世紀、大きな時代の変化の中で次々と印象派の画家たちが登場しました。かつてのパリは花の都とはかけ離れた街でした。路地裏に下水があふれる不潔な中世そのままの都市だったのです。皇帝ナポレオン3世の大改造で美しく明るい近代都市に変身します。生まれ変わった街と新しいライフスタイルは格好の絵のテーマになりました。オルセー美術館の印象派絵画はまるで19世紀後半のパリのドキュメントです。鉄道が発達し、郊外で過ごすバカンスが流行します。ガス灯ができ、町は夜もにぎわうようになります。デビューの踊り子が多くの人々の目を引きつけました。19世紀の終わりには市内に2万5000軒ものカフェができました。世界で最も知られた画家の一人、ルノワール。ムーラン・ドラギャレットは、笑い声や甘いささやきが聞こえてきそうな傑作です。彼もまた、時代の先端を行く風俗を取り入れていました。それはファッション。この絵は、いわばルノワールがプロデュースした一大ファッションショーです。当時のモードを知ってからもう一度この絵を見ると、ルノワールが込めた思いがわかるはずです。
オーギュスト・ルノワールは1841年、貧しい洋服の仕立て職人の家に生まれました。家計を助けるため、陶器の絵付け修行をした後、画家を志します。そして19世紀後半、パリ大改造の真っ只中で成功を収めていきました。転機となったのは、出版社を経営するシャルパンティエ夫妻との出会いでした。社交界の花形だった夫人はルノワールに肖像画を依頼します。さりげない一瞬を捉えた描写が評判を呼びました。これまでの肖像画の多くは静まり返った雰囲気の中、硬い表情で描かれています。モデルは着飾ってポーズをとっていますが、それぞれの個性はほとんど感じられません。しかしルノワールはそういった決まりを壊したのです。身につけた衣服は生き生きと描かれています。そして女性たちはごく自然なさりげない表情をしています。ルノワールは全く新しい表現を見つけたのです。肖像画の依頼が殺到し、ルノワールは一躍人気画家となります。その秘訣を彼はこう語っています。人間は皆心地よくいたいのだから、その機会を与えてあげているだけさ。お気に入りの装いで現れる上流階級の婦人たち、それは最先端のファッションとの出会いでもありました。彼女たちがこぞって身につけたのは、当代一のデザイナーウォルトのドレス。ルノワールがサロンに登場した年、ウォルトは世界初の高級仕立て服オートクチュールの発表会を開きます。現在のパリコレクション、パリコレの原型です。衣服にはシーズンごとに流行の色や形があると提案したウォルト。それはモードの誕生でした。続々とファッション雑誌が創刊され、街には世界初のデパートが出現します。こうして一般の人々までが次々と新しい服を着たいと望むようになっていきました。仕立て職人の家庭で育ったルノワールはオートクチュールのドレスを愛しました。彼はこんな言葉を残しています。職人の作ったものには職人の気持ちが宿るのだ。この店では今もルノワールの時代のドレスを作っています。1870年代、女性の腰は細ければ細いほどいいとされました。コルセットで念入りに腰を締め付け、サロンや舞踏会に出かけていきました。だ？当時大流行したのがバッスルスタイル。腰の後ろにつけているのはバッスルと呼ばれる補助具です。バッスルの上にペチコートを重ね、さらに布を託し上げます。豊かなボリュームと腰のくびれ、これが最高のおしゃれでした。ルノワールが描いた典型的なバッスルスタイルのドレス、
オートクチュールの職人たちの技を称えるかのように、ルノワールは優しく繊細な筆遣いで描いています。当時の貴婦人のドレスは厳かな雰囲気のものであって、実際動いたり踊ったりするには向いていませんでした。しかしなぜかルノワールの肖像画は動く感じが伝わってくるようです。彼の手にかかると服が生きているように感じられるんです。ルノワールはいかにファッションを生き生きと描いたのでしょうか。都会のダンスと田舎のダンス。ちょっと澄ましたフォーマルな場面の都会のダンス。女性が着ているのは絹の平織の夜会服です。絹の放つ複雑な光沢と踊りながら生み出されるひだ。宝石のように輝くドレスが都会のある夜の束の間のダンスを象徴しています。一方、開放的な雰囲気のする田舎のダンス。無邪気な笑顔を見せるモデルは後にルノワールの妻となります。木綿の晴れ着姿、着心地の良さそうな生地がルノワール得意の柔らかなタッチで描かれています。床に落ちた麦わら帽子と女性が広げた扇が陽気なバカ騒ぎを盛り立てています。19世紀、時と場所に応じて衣服を着替えることが新しい習慣となりました。ドレスは語る。二枚のダンスは舞台によって描き分けられた見事なファッション画なのです。ルノワールは近代生活とは何かを描く方法の一つとして、ドレスやアクセサリーなどファッションに特別な関心を寄せました。現代ほどではないにせよ、当時の人々にとってかなりのスピードでライフスタイルは変化していました。ルノワールはファッションを通して新しい生活を捉えようとしたのです。Ayant l'air d'un garçon, ne fut jamais très attrayante. C'est le frou-frou de son jupon qui la rend surtout excitante. Lorsque l'homme entend ce frou-frou, c'est étonnant tout ce qu'il ose. Soudain il voit la vie en rose. Il s'électrise et devient fou. Frou-frou, frou-frou.Par son jupon la femme Frou-frou, frou-frou De l'homme trouble l'homme Frou-frou, frou-frou Certainement la femme Séduit surtout Par son gentil Frou-frou En culotte me dirait Orsay には
19世紀のファッションを描いた名作が揃っています。アクセサリーとして大流行した日傘、この絵を見た人はバカンスや散歩の心地よさを想像したことでしょう。新しい居住空間アパルトマンのバルコニー、女性は流行の先端だった薄く透ける生地のドレスで着飾っています。パリオペラ座でチュチュと呼ばれるバレエ衣装が生まれたのは19世紀初めでした。優雅にはためくようにデザインされています。19世紀から時を刻み続けているオルセー美術館の大時計。素通しとなったその奥に、かつて多くの芸術家たちが暮らしたパリの名所モンマルトルの丘が見えます。1876年春、35歳のルノワールはカンバスを抱え毎日のように丘を登りました。この頃上流階級のサロンよりも貧民街だったモンマルトルに出向くことが多くなっていました。目指したのはムーラン・ドラ・ギャレット、粉吹き小屋の風車の下にあるダンスホールです。入場料は25サンチーム、およそ250円。貧しい庶民でも入ることのできるこの場所がルノワールは大好きでした。あんな自由にあふれた場所が他にあるかい。決して卑しくなく、しかもくつろげるんだ。ムーラン・ドラ・ギャレット、ルノワールが描いたのは上流階級の貴婦人たちのドレスではありません。週に一度のお楽しみのためにめかし込んできた庶民のファッション。その場にいる全員が輝いて見えます。ルノワールはごく普通のパリジェンヌ、そして庶民生活に自然に惹かれる性格でした。品の良いドレスに身を包んだ物静かな貴婦人を描きながら、ごく質素なドレスを着てはしゃぐ若い女性たちも描きたかったのです。なぜなら彼が興味を持ったのは布の色だけでなく、人物を生き生きとさせる布の動きでしたから。ルノワールは庶民のダンスを現場で描くため、歩いて3分の場所にアトリエを借りました。ムーランへ向かうのは昼を過ぎてから。午前中は中庭で友人たちをモデルに一枚の絵を手掛けました。今その絵はオルセー美術館にあります。ブランコ、木漏れ日が作る斑点が女性の着る白いドレスを覆い、まるで妖精のように見せています。この絵を仕上げた後もルノワールは中庭で友人を描き、午後には丘を登りました。通ううちに踊りに来る女たちの多くがお張り子などをしてかろうじて生計を立てていることを知ります。ルノワールは彼女たちのために託児所を作ろうとムーランを借り切ってチャリティーを行いました。なぜルノワールは毎日行ったり来たりしながら制作を続けたのか、
その答えは作品にあります。ムーラン・ドラギャレットのパーティーへもう一度参加しましょう。そこはあのブランコで試みた木漏れ日の描写が辺り一面を覆い尽くしています。ブランコの少女はバッスルスタイルの同じドレスを身につけ、紳士とチークを踊っています。さまざまな帽子が浮かんでいます。夏の流行だったカンカン帽、礼儀正しいシルクハット、砕けた場所でかぶるソフト帽、両家の子女のたしなみである帽子をかぶっていない人もいます。画面の奥はムーランを訪れた貴婦人たち、手前は中庭で描いた友人たちです。ルノワールは2つの場面を合体させ、多様なファッションを描くことで、あらゆる階層が共に楽しめる理想を描いたのです。この絵からはファッションがどのように民主化したか、つまりファッションが貧しい層にまでどう行き渡ったかという時代背景を伺うことができます。ムーラン・ドラギャレットでは服の上の光の効果が印象的です。ルノワールがドレスやブラウスの上に新たなデザインを付け加えているかのようです。この絵は生きる喜びにあふれ、パリらしい陽気なつむじ風の中へ見る人をいざなうのです。オーギュスト・ルノワール演出のファッションショームーラン・ドラギャレット、モンマルトルの貧しさはここにはありません。精一杯着飾り、人生を謳歌する人がいるだけです。ルノワールの言葉、人生には不愉快なことがたくさんある、だからこれ以上不愉快なものを作る必要はないんだ。オルセー美術館はパリの華麗なる19世紀にタイムスリップできる停車駅。ルノワールが理想としたのは、その中に入っていきたいと思わせる絵でした。優しい光が降り注ぐ展示室では、そんな名作の数々があなたを待っています。